西部警察が従来のテレビドラマとは確実に異なる点は、やはり大規模な爆破シーンにあると言えるだろう。爆砕されるパトカー、天空を焦がすグレンの火柱、跡形もなく崩れ落ちる悪の要塞、そこには破壊の美学とも呼べるようなものがあり、観客に衝撃を与え興奮させるのである。コンピューターグラフィックスが発達した現在、西部警察並みの爆破シーンを作り出すことは容易である。だが作り物の炎や煙ではどうしても出せないものがある。それは俳優の演技、リアクションである。実際に目の前で爆発が起こった時、人の体は本能に従って身を守ろうと動く。それが自然な演技となって現れるのである。だけが生き残れる。当時の合成技術を使わず、全てを本当に爆発させてきた西部警察だからこそ、15年経った今見ても見劣りしないのである。あの頃の時代背景と西部警察自体が時代の流れに乗っていたということもあるが、今の日本のテレビ映画の制作事情ではこのようなシーンを撮影することはほとんど不可能である。限界がない。100トンの鉄鋼船が爆破炎上する。信じられないことに、この船にはまだスタッフが8人も乗っているのである。沈没の恐怖と戦いながら仕事をやり遂げようとする活動や魂には心底頭が下がる思いだ。福島の山中に総工費3000万円をかけて建設した要塞が一瞬で灰になっていく。常識を超えたとてつもない試みを本当にやってしまう。それこそが西部警察の神髄なのである。5年間の撮影で破壊した家屋約320件、使用した火薬約 4800kg、 使用したガソリン1万2000リッター以上。こんな作品、もう二度とお目にかかれないかもしれない。
接続だ。